こんにちは、サラです。今回はですね、太って見えてしまいがちなメイクのポイントを解説した後に、太って見えにくいポイントを押さえたメイクを紹介していきたいと思います。で、これから紹介するメイクのポイントは、人それぞれ顔の形が違うので、必ずしも全員に当てはまる場合のものではないんですけど、今回は私のこの顔の形でこれは NG なんじゃないかというものを紹介していきたいと思います。まず太って見えがちなポイントなんですけど、メイク全体に言えるのが、余白が多く見えると太って見えがちでございます。まず一つ目、自分の肌に合ってない明るいファンデを厚塗りすることです。肌はね、明るければ明るいほどいいというわけではないんですよ。で、まあここまで明るいファンデでも、顔の中心だけとかだったら意外といけるんですが、このフェイスラインまでしっかり明るい色を入れてしまうと、だいぶお顔が膨張して見えちゃいます。こうやって鏡を見て塗ってるとね、すごく綺麗ですよね。まあ私もこれはこれで好きです。で、次、コンシーラーで目の下をがっつりカバー、まあ、がっつりカバーはいいんですけど、がっつりカバーするんだったら、その分隠した涙袋もちょっとは描いてあげないと、ちょっとね、間延びした印象になりがち。で、次、眉毛ですね。眉毛を綺麗に描こうとしすぎて、眉頭から眉尻までべったりね、境界線きっちり描いちゃうと、これね、全然太く描いてないんですよ。でもめっちゃ太く見えるし、で、この肌とのコントラストがすごい激しくて、より余白が気になります。で、色もですね、ちょっと暗すぎると、より眉毛が強調されます。次、アイシャドウですね。アイシャドウって大体こういう4色セットじゃないですか。で、まず、この一番明るい色をこうまぶたに入れるのがセオリーなんですけど、これをですね、眉毛の下まで塗ってしまいますと、まぶたがより腫れぼったく見えてしまいます。で、アイシャドウ塗るんですけど、まあまあまあ、こういう感じで中間色を塗りますよね。で、この締め色もがっつり目の際に塗ってしまうと、上まぶたがね、すごく強調されて、この下の余白が気になります。はい、こんな感じで、色もピンク系が悪いわけじゃないんですけど、この使い方だとより腫れぼったく見えます。もうすでに全然違う、めっちゃむくんでる人みたい。あとね、私昔よくやってたことなんですけど、下まぶたに入れるとなんかけばくなっちゃうと思って上まぶただけ塗ってましたはい、そして次、アイライナー。アイラインを目頭からしっかり入れて、この目尻もね、あんまり長く描いたら不自然だからと思って短く描いてましたはい、で、次、チークですね。チークはこうやって外側に入れてしまうと、より目線が外に行くので、こちらも余白強調ですね。でも私これめっちゃこうやって入れてた、斜めに、なんか大人っぽく見せようと思って。で、ハイライトなんですけど、ここにあの C で入れるやつ、ここと、あと頬骨の一番高いところに入れるってやつね、これですね。まあこれが悪いわけじゃないんですが、ここを強調すると目線が外側に行きます。あと顎ですね。で、最後はリップ。リップにナチュラルにしようと思って、薄いカラーを塗ると肌とね、同化して見えます。はい、これでメイク完成しました。なんかずっと自分でこれ見てるからか、なんか感覚が麻痺してて、なんかこれはこれで可愛い気もするっていう境地に至っています眉毛めっちゃ綺麗じゃない？だけど、こう引きで見た時に、なんかちょっと昨日、あら、泣いたのかしらみたいな、ちょっと顔がむくんでいるというか、膨張してるように見えます。なんだろう、みずみずしさはある。逆に言うと、ちょっとなんか、あれ、ちょっと自分可愛いかもと思って、あの旦那の大輔にね、見せてきたんですよ、このメイクを。そしたら、え、変じゃない、なんかむくんでるって言われたので、これは第三者から見てやっぱりむくんで見えるそうです。はい、そしたらメイクを落として、次、改善パターンやっていきたいと思います。
はい、そしたらメイクを落としたのでスキンケアをしていきます。まずこちらサムバイミーのレチノールインテンスリアクティベーションセラムです。これはね、私の大好きなレチノールが 0.1% 配合されている美容液です。最近ね、レチノール美容液とか結構人気じゃないですか。でもこれは 0.1% としっかり配合量が明記されている製品になります。でスポイトタイプで出しやすくて、この乳液みたいなテクスチャーなんですけど、これだけでもベタつかずにしっとりします。で片ほっぺに一滴ずつぐらい出して、もちろん手に出してもいいんですけど、これで顔全体に伸ばしていきます。でこちら刺激の少ないレチノールなので、敏感肌の方でもお使いいただけます。肌の張り、毛穴、あとキメの改善が本当にリアルに感じられます。で乾燥肌とか敏感肌の方は、レチノールセラムを使う前にしっとりした化粧水とかを使うとより刺激を感じにくいです。で1日1回少量ずつ夕方に使うことが推奨されています。そして次がこちら、サムバイミーレチノールインテンシブアドバンスドトリプルアクションアイクリーム。ちょっとね、名前が長いんですけど、これもレチノールが 0.1% 配合で、なんと老化による肌悩みにアプローチできるんですけど、特にシワ、弾力、クマの3点に働きかけてくれて、より部分的に集中ケアができるアイテムです。こちらね、チューブタイプ、クマがあると疲れた顔の印象になりがちなんですけど、こちらクマ緩和にも働きかけてくれるので、くすみがちな目元を明るくしたい方とか、あと目の下の弾力を改善したい方にもぜひ試してみてほしいです。で米粒ほど取って伸ばしてからポンポンとなじませます。で目周りの悩みをトータルケアできるんですけど、私は首にも塗ってます。でこれもしっかり保湿力がある。やっぱね、首のシワ気になるんでね、しっかり予防したいですね。で両方ともこれ愛用してるんですけど、2週間ぐらいで目に見えてゆで卵肌になります。やっぱエイジングケアで若いうちからこうアイクリーム大事って言うじゃないですか。でもこの価格でレチノール 0.1% は本当にすごいです。いい時代になりました。20代のうちからエイジングケアをすることで、後々の見た目年齢にも大きく差が出てくると言われておりますので、あの初期段階のハリとシワのなさに悩み始めた方におすすめです。でこちら両方とも夜使うのが推奨されてます。で昼も使いたいときは必ず日焼け止めをしっかり塗ってください。はい、ちょっとレチノールの愛を語ったところで、OK メイクパターンやっていきます。はい、まずね、今カラコンをつけました。で私がですね、ちょっと裸眼が三白眼気味なのと目の位置が高いので、この目の位置を下げて見せて余白を減らしたいということでカラコンをつけました。まあ、これはね、ほんと人による、大きいカラコンをつけるとなんか宇宙人っぽく見えるって方もいるし、これは本当人それぞれです。そして次、自分の肌に合ったカラーのファンデーションを塗っていきます。でファンデーション顔の中心をしっかりカバーして、余ったのでフェイスラインを塗ります。で肌の気になるアラはファンデじゃなくてコンシーラーで部分的にカバーするとより自然です。でフェイスパウダーでしっかり顔の外側のテカリを抑えます。あと眉毛も描く前にサラサラにした方が描きやすいし、後々落ちにくいです。あとこういうフェイスラインとかしっかり粉をつけていた方がマスクにもね、つきにくい。眉毛はあんまり存在感を出さないようにふんわりと描いていきます。髪色よりもちょっと明るいぐらいが私的にはおすすめです。で眉毛もちょっと長く描いた方がしっかり余白を消せます。長すぎると変なのでちょい長ぐらいで、今自眉毛の色と描いた眉毛の色が違うんですけど、こういうちょっと明るめの眉マスカラで自眉毛をしっかり明るく見せます。はい、まずアイシャドウを塗る前にですね、こういうグレー系のシェーディングをまぶたに薄くのせます。これはちょっとまぶたが腫れぼったく見えがちな人はぜひ
やってほしい。で、ついでにノーズシェーディング。あと鼻の下、唇の下。で、あとフェイスラインも、このちょっと膨らみが気になる部分だけに乗せていきます。やっぱりハイライトをね、入れるんだったらシェーディングもある程度入れた方がバランス取りやすいと思います。はい、そしてアイシャドウ、ケイトバーチャルアイズメイカー NL1。これの、まず明るい色は入れないです。この中間色を二重幅に入れます。もうこれだけ。これ以上濃いカラーは入れないです。で、この薄いアイシャドウもしっかり横に目尻の先まで伸ばして入れます。そして下まぶたこちら。下まぶたにもしっかりと、でも濃すぎず影を入れていきます。で、さっき入れた上まぶたのシャドウと、こう目尻の先で合流させる感じで塗ります。はい。で、さっき使わなかった明るい色を涙袋に入れて、二重の影ライナーで、涙袋の影を描いて、ぼかします。で、アイラインは、もはや、私の場合もほぼ、この二重の際、まぶたの際は描かないですね。本当にまつげとまつげの間をちょびっとだけ埋めて、目尻だけ描く勢い。で、ちょっと長めに描きます。で、ビューラーでしっかりまつげを上げます。しっかりまつげを上げて、カールキープ力のあるマスカラを塗ります。下まつげもしっかり。で、チークは、この顔の余白の真ん中あたりにふんわり広く入れます。で、あんまり外に行きすぎないように。かといって内側に濃くすぎないように。ハイライトは鼻の先とか、この鼻の真ん中あたりとか、唇の上、顎。私はあんまり外は入れてないですね。で、リップは薄すぎず、濃すぎず。で、上唇のリップはちょっと外側にぼかした方がよりこの鼻の下が短く見えて余白少なく見えます。はい、これで完成です。で、私の眉毛今結構明るめにしてるんですけど、前髪を私下ろすので、そうするとちょうどいい感じに見えます。前髪ない方とかだったらもうちょっと暗めの眉マスカラでもいいかもしれない。さっきのメイクと比べると顔の中心に目がいって華やかに見えるかなと思います。で、すっぴんのね、目元の印象が明るくなるとよりメイクも華やかに映えますので、20代からのアンチエイジングおすすめでございます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。途中で紹介したサムバイミーのセラムとアイクリームは概要欄に URL がありますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、チャンネル登録と Twitter とインスタもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。